チャオ、マシロです。10月28日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100は取れましたね。はい、で睡眠タイプがすやすやだね。これはよし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 。はい、で寝るときはハイパー5で寝ましたね。いや、プチプチ頼む、来てくれ。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、いいないかな。あ、いい部位これ。あれだね、色違いだね。あー、いないかな。右側にはいない、いない。せっかくズヤズヤ出したのに。はい、まあ新しい寝顔見れたからよかったけどさ。あー、プチプチ。なんだ今、何撮ってた？なんかこれ何、メタモンいなくない？消え去ったわ。はい、さあ今日はイーブちゃん色違い取っていきたいね。はい、どうしようかな。メタモンにボーナスあげる？ここにいるんだね。全然見えないわ。はい、はい、で、イーブちゃんゲットしましょう。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。さあ今日の1枚は、メタモンちゃんにしておこうかな。あ、ちょっと待って。これにしとくわ。マジでわからんでしょこれは。はい、さあ個体値は真面目、ABC かな。スキルレベルアップ、スキル確率アップ。あ、これスキルタイプで育てていいんじゃないの。何がいいかな。 EV ちゃん何に進化させるのがいいか分かってないんだよねまだ。なんかおすすめがありましたらぜひコメント欄にて教えてください。はい、ということで、今週はねイベントということで若草に来ました。で料理はサラダになってますね。で身の方はこれ多分そうだね、ランダムだね。ブリーが固定で、あと2つは、こんな感じになってますね。で忍者を作るのにまあこんな感じで、まあ、結構余裕があるんでね、こんな感じで組んでいってますね。はい、でね、新しいポケモンが、登場するので、そちらのポケモンの厳選をねしていけたらなと思います。まだちょっと情報を見てないからどんなのかわかんないんだけど、まあ多分厳選した方がいいっぽいのかな。はい、今週ねイベント楽しんでいきましょう。では明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。